イスタンブールでは好景気に煽られてクラブがたくさんできているのです。新しい音楽シーンの担い手は DJ たち。中でも注目を集めるのがこの男、 DJ エムラ。こちらは最新作 I Love Istanbul。 リズムはヨーロッパでも流行っているクラブミュージック。しかしどこか漂う東洋の香り。DJ エムラは2年ほど前からヨーロッパでも活躍し人気を集めています。ヨーロッパのクラブシーンをリードする DJ デビッド・ゲッタ、彼が DJ エムラに注目したのです。ゲッタとの共演はエムラを一躍スターの座に押し上げました。エムラ独特のサウンドはどうやって生まれるのでしょうか。彼が足しげく通う場所、それがこの CD ショップ。様々な音楽に触れることが何よりも大切だとエムラは言います。Şimdi kendi işimle ilgili olan bütün CD'leri zaten alıyorum. Dans müziğiyle alakalı bütün CD'leri alıyorum. Ama kendim dinlemek için caz CD'lerini tercih ediyorum genelde.エムラの作業場です。イスタンブール生まれの DJ エムラの中に染み込んだ音とこれまで触れてきたさまざまな音楽、それらが融合して新しいサウンドが生まれていきます。Onu o şekilde yapmıyoruz. Daha doğrusu şöyle, yani kendi içimden gelen müziği yapıyorum. Başkalarının müziği çok fazla beni etkilemiyor.セレブが集まる最高級のホテル。アルバム DJ エムラがここに招かれました。Hello. 26th floor. The highest club in Istanbul. Yes.だけでなく入場料も最高級。ここで開かれるのが DJ エムラのクラブイベントです。1曲目はおなじみ I Love Istanbul。 好景気に湧くイスタンブールでは毎晩のようにこうしたイベントが開かれているのです。kendi parçalarınızı yapmanız gerekiyor. Yani kendi içinizden gelen müziği insanlara vermeniz gerekiyor. DJ エムラ、夢は世界ナンバーワンだ。